Javi. ワークアマインドを紹介します。今年から素晴らしい曲を作っています。世界に活躍しております山岸翔子、中野区在住です。隣の豊島区からバスに乗ってきました、はい、渡辺匠、埼玉県の越谷から。渋谷健一、ワークラムス。先日3月1日に、野方ロイスで素晴らしい曲をさせていただきました。物語を入れてですね、仲間のお芝居っていうか、オペラ物語を鍋横にあったんじゃないかっていう小屋をね、ちょっと押してやってみました。また6月7日、皆さんのお手元にこの知らしが行ってるかもしれませんが、これ企画でやらせていただきます。俳優さんにちょっと語っていただいて、素晴らしいダンスも入れてお送りしていただきます。続きまして、皆さんに踊っていただくのはもう少しもう次の後にありますので、そしたらそれはここに踊っていただけたらと思います。この男性のダンサーですね、舞踏って言いますが、日本から世界に行ってるアワロというようですね、大野先生のことで検査されています。審査しています。龍五郎、龍五郎、龍五郎、龍五郎くんです。久世龍五郎、じゃあお送りしましょう。ボレロです。うちのバージョンになります。朝もWhat?
リコさんには手を振っていました完成もらっていただきました皆さんにご報告いただけるようなことをしたいと思います星に願い
ショーのコーナー、あこの後はピタゴラフの皆さんが、ね、買いますので、ね、その前にちょっと最後の無用の作品2人とかも来ていただいて、私の作りました、日中とか日韓とか、あるいはアジアとか世界の平和を祈るこうちょっと海を渡る、なんかキレっていうか大地大水っていう言葉があります。で、朝なぎ夕なぎ、どんな嵐が来ても朝なぎ夕なぎがありますよねっていう曲を歌っていただきます。
どうもありがとうございました。勝さんに、今一度大きな拍手をお願いいたします。またあのお手元にこのようなチラシがあるかと思います。6月7日のコンサートの案内でございますので、ぜひお取り合わせの上お出かけください。またあの勝さんこうやってあの CD も出していらっしゃるようでございます。こちらの方もご案内いたします。はい、お食事の方は随分、召し上がっていただいたかと思いますが、あの広報で、またあの訪問祭のグッズ、こちらの沸騰しておりますので、ぜひともまだ訪問祭のグッズのブースにお出かけでない方は、ぜひとも足を見せていただきたいとお願い申し上げます。ここで新入会員のご紹介をさせていただきます。お手元の出席者名簿、1箇所ご紹介がございましたので、訂正をさせていただきます。一番下の方にですね、招待学生ムン・ゼンショウさん、スポーツ科学部の2年生と書いてありますけれども、政経学部の誤りでございました。訂正いたします。申し訳ございませんでした。ム・ゼンショウさん、スポーツ科学部の2年ではなく、政経学部の2年生でございます。それでは新入会員のお二方をご紹介をいたします。渡部雄立様、ステージの方にお越しください。もう一方、松本誠様、ステージの方にお上がりください。お一方ずつ、一方のメッセージをいただければと思います。社会になる部会や、これまでの活動などの実績をちょっと渡部ゆり様からお願いいたします。
グルメ大会とかいろんなことをやってまして。